おっさんの人間関係、異性。こんにちは、島田です。おっさんのおっさんによるおっさんのための動画ということでですね、人間関係に関してお話してたんですけど、今日はですね、まあ、特に奥さんとかね、異性との会話に関しての、まあ得意じゃねえですけどね、私が考える、異性との会話に関して、特にね、私男なんで女性との会話に関して、お話ししようかなっていうふうに思うんですけど、私は別にその道のプロじゃないんで、私のお話をね、真に受けてやって失敗したじゃんみたいなクレーム入れないでくださいね。女性の人怒んないでくださいね。ですね、私が思うのは、男と女は別の生き物だっていうことなんですね。男性の考えと女性の考えって全然別物なんで、本当別、違う動物と話をしてるぐらいの感覚で会話をしとかないと、噛み合わないというのかな。特に、嫁さんとかと会話をするときに、嫁さんとかがいろいろ話して相談をするとき、これはあなたは黙って聞いてあげる、うなずいてあげる、それだけで十分です。答えを求めてませんから。不用意に自分の考えとかこうすりゃいいよとか絶対言っちゃダメですよ。言うとね、怒りますから。女性は、話を聞いてもらいたいんでしょうね、多分ね。話をとにかく聞いてあげる、それで大変だったねとかね、慰めてあげるっていうのを求めてるんであって、あなたが、特にね、男性、特に我々みたいな経営をやってるような人は解決したがるんですよ。こうすりゃいい、ああすりゃいいって言いたくなるんですけど、言っちゃダメ。もう黙って聞いてあげる。あ、大変だったねとか、もうそれは大変だ、よく頑張ったね、すごいねとかって言いながら聞いてあげるようにしないとダメですから、余計なことは言わない。それと関心を持ってあげるっていうのかな。こちらから投げかけてあげて話させてあげるようにした方がいいですね。特に女性っていうのは話すのが好きな動物っていうと怒られるかな。意外とね、男って話したくないときは話したくないんですけど、女性はどんなときでも話したがるものなんで、そのいろいろ話を本当聞き役に徹してあげるっていうふうに、されるのがいいです。あと余計なことはなるたけ言わない。もうね、感覚が全然違うんで、良かれと思って言った一言で100倍返しみたいに返ってくることがあるんで、くれぐれも気をつけて、会話をされた方がいいと思いますね。今ね、ジェンダーレスとかいうね、時代になってきてるんで、本当そういった性の部分っていうのかな、そこは多角化してきてるんですけど、ただやっぱり男性と女性って感覚がやっぱ違う面があるんで、そこは理解しながら、昨日お話したように相手を尊重してね、その特性を見極めながら、女性っていうのは解決を求めない。あくまで話をしたいからあなたに話をしてるんであって、どうした方がいいかなって言われて真剣に考えて、いやこうした方がって言うとブブーですからね。あくまで会話として、聞いてあげる。それで本
当に相談を向こうがしている場合は、あなたの考え方を話してあげるのはいいかもしれないんですけど、嫁さんとかね、彼女とかと会話をするときは、ほとんどはあなたの意見を求めてませんから、話をしたいだけだということでね、くれぐれも、その失敗しないでくださいね。もうしょっちゅうね、失敗してるんで。難しいですよね。怒られそうだけどね、ということで対、女性異性とね会話をするときは、異性っていうのはまあ同じ性の人とねは別の考え方を持たれてる、場合がね結構ありますんで、そこは気をつけながら、会話をするようにしましょうということで、まあ、あくまで私の考え方をお話しさせてもらいました。終わります。